今回はネイチャーハイクの、テント買いまして、テントの名前はクラウドアップ 2X、 今これマットもついてて大きさ的にはかなりコンパクトです。でこれ早速ここで、試し張りしていきましょう。これアルミペグですね、まあ、よくあるタープとかにもついてるやつだね。紐は蛍光イエローでペグがグリーンという、結構なんかいい感じの色合いですね。ただね、ペグはついてるけどハンマーはついていないので別途用意しなければいけません。ポールはアルミですね、アルミ製。これがフライシート でこれが多分下のテントですね。はい、骨組みがねこんな感じですね。これちょっと曲線になってんやけど、これがフロントの部分で、こちらがフロントの出入り口ですね。このフレームの先端の部分をこのテントの端っこにあるハトメの穴に入れるとセッティングしますね。これでフレームとあのテントの下の部分がセッティングできましたね。あとはね、この下のテントの部分をこうフレームに、はい、こんな感じです、引っ掛けていくだけですね。いや簡単ですね、結構。でまあここ全部メッシュなんで冬場はちょっと使えないけど、これは10月ぐらいまでかな、使えても。出入り口が一方向のみなので、鍵取り付けるとしたら一方向だけで済みますね。ただこれちょっと鍵付けにくいんじゃん、このチャック YKK じゃないの、これ YKK じゃないのか。でも鍵付けたところでさ、こんなメッシュやからナイフでシャーってやられたら終わりやん。まあこんな感じですね、中はこんな感じですね。もろメッシュやから夏はいいやろけどね。天井は思ったより低いですね、天井は思ったより低い。高さはドームテントの方がちょっと高いかなっていう感じ。フライシートはこのワンタッチですね、パチンと止めるだけでつけます。めっちゃ簡単、一応完成。こんなもんかなって感じ。ベンチレーション一つついてんや。こう荷物どんだけ置けるかな。まあ一応ね、あの縦の長さは結構あるんですよね。なので荷物は結構置けそうな感じはしますね。まあ一人でツーリングして、でまあキャンプ場で寝るだけみたいな使い方ならまあいいかなって感じですけど、まあ連泊してテントの中で丸一日過ごすみたいな時は結構これ苦痛かも。こんな感じでちょうどいいこのサイズ。ペグちゃんと打って、であとはフライシート、前室みたいな部分ができましたね。チャックがクソなんだよな、これ。チャックが YKK のチャックじゃないし、なんか取っ手のとこついてないですよね、これ。取っ手の部分がついてなくて紐になってるから、一応タイラップでつけてここに鍵つけれるようにしましたけど、 YKK のチャックじゃないからな、結構厳しいです。メッシュやからセキュリティなんかガバガバやね。あとこの蓋のメッシュを防ぐ蓋のカバーがないという。なのでもうこれからの季節は使えないですね、せっかく買ったけど。めちゃくちゃ寒いよ。このネイチャーハイクのテントはやっぱり張るときはめっちゃスピーディーに張れます。なんかこんな感じなんですけど、フライシートかけてもね、あの隙間から風がピューピュー入ってくるんで、気温が低くなってくると結構厳しいですね。でこのメッシュなんでセキュリティ皆無っていうね、一応鍵つけてるんですけど。あとこのテントの一番ダメなところを紹介します。ちょっとダメ出しね、このチャックですね。このチャック YKK のチャックじゃなくて取っ手ついてないですよ。取っ手ついてなくて、このネイチャーハイクっていう紐ついてるだけ。かなり手抜きっていうかね、コストダウンしまくってる感じがあります。なので鍵をつけられないと、このまま鍵つけられないんで、ちょっとこのタイラップで取り付けてます。タイラップなんかカットされたら終わりやんって思うけど、あのね、まあカジュアルスナック感覚で盗みを働くようなやつには効果あるかなって感じですね。まあ本気でやるつもりやったら、このメッシュのとこをナイフで切り刻んで中に入ったら終わりやけどな。まあ中は広いけどそこでもないの、天井低いからね。天井低いがそうでもないですよね。そんな感じのテント。
じゃあスーパー買い出し行きましょう。いや濡れてる。